さん今回ブルース・リーにしましょうかブルース・リーこれはねしびれる言葉ですよ考えるな感じろ終わりです考えるな感じろと <laughs> これはブルース・リーやっぱしびれますね考えるな感じろ終わりです <laughs> うーんなんかねいろいろやっぱね考えるんですよね これからこ,こんなことやったらこうなんじゃないかなとか、なんかどうの,のこうのっていうねだからブルス。ブルース・リーの言葉を借りるんだったら、お前はどうしたいんだと。確かに、まあ、考えたらきりがないと。失敗もするかもしれないし、なんだうまくいかないかもしれないと。でも、感じろと。お前何を感じてるんだと。<laughs> お前はどんな人生を送りたいんだと。今後 どんな生き方をしたいんだと。感じろと。いや、でも、シンプルな、強いメッセージですよね。まあ、どちらかというと、スクールウォーズも、多分そんな感じじゃないですか。感じるドラマなんであれば。考えるドラマじゃなくて、感じるドラマですからね。考えるな、感じろ。いってらっしゃい。